はい、ヒルビルフォセックのマコネです。今日も私と一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。このポッドキャストでは私がね、勝手に日本ダイエット健康協会のインストラクターになるって決めた上に、そのね、テキストをもとに皆さんに内容をお伝えしてシェアして、私の勉強も皆さんの勉強も同時にやろうというアウトプット形式のポッドキャストになってます。で、現在は、第5章、カロリーと栄養素とダイエットっていう内容で行っていますが、このテキストはね、毎回、章ごとにいくつかの問題が出てて、その問題を、問題に回答するという形でどんどん進んでいきます。なので、今日の問題はという感じで、今日もやっていきたいと思いますが、今日の問題はこちらです。今日の問題は、同じ芋ならば、含有カロリーはほとんど同じ、イエスかノーか。同じ芋ならね、芋もいろんな種類がありますからね。そう、どうでしょう。さあ、今日のテーマはこちらになります。今日のテーマは食材のカロリーというテーマになります。さあ、どんな内容になるかこれからやっていきましょう。まあ、冒頭お話ししましたが、同じカロリーでも含有カロリーが違うっていうことが事実です。はい、まあ言ってしまえばね多分芋の種類が違うだけでもう全然違うと思うんですよ。そう、まあそれはみんなそう思いますよね早速どれくらい違うか見ていきましょう。ですね、ここではさつまいも、なんだっけ、さといも、じゃがいも、長芋と出てますが、さつまいもが132カロリーで、さといもが以下の通り、さといもが58カロリーで、じゃがいもが78カロリー、長芋が65カロリーってことで、まあ、芋類ね、主要な芋類だったら、里芋が一番カロリーが低くて、さつまいもが一番カロリーが高い。まあ、甘いしね。なんとなくこれはわかる。でも、里芋が一番カロリーが低いみたいですね。ただね、この章の次の章で出てくると思うんですが、GI 値のことを、含むとまたちょっと変わってくるんですよ。GI 値っていうのは血糖値が上がった時にインシュリンをドババーって出して、血糖値を上げないようにするのをする時に徐々に血糖値が上がるようにするか、上がるのが血糖値が低い食材、バーって一気に上がるのが血糖値が GI 値が高い食材。もうちょっと一回まとめるね、ちょっと分かりづらくなっちゃった。血糖値が上がるときって、急に上がる場合と下がる、急に上がる場合とゆっくり上がる場合の2種類があるの。で、GI 値が高いと、急に上がる。で、GI 値が低いと、ゆっくり上がる。うん。で、ゆっくり上がった方が、インシュリンの出が、緩やかなの。そう。だから、体脂肪に、脂肪細胞に脂肪が蓄えられづらいのね。だから、GI 値が少ない食材の方が、脂肪に、体脂肪になりづらいの。うん。まあ、それを見ると、この中だとね、確かね、この中だと、じゃがいもは GI 値が一番高いんじゃないかな。で、さつまいもは意外と GI 値一番低いんじゃなかったかな。だから GI 値を含んでくると、ちょっとこれが変わってくるかもしれない。うん。次はね、お肉、鶏肉の場合見ていきましょう。鶏肉の場合は、まあ、カロリーが高いか低いかっていうことですと、上から、もも肉、胸肉、レバー、ささみってことで、もも肉が一番高くて、ささみが一番カロリーが少ない。まあ、この中にはね、胸肉はわかるんだけど、鶏のレバーってあんまり買わないよね。あんまり売ってないっちゃ売ってない。うん、まあ、売ってはいるけどね。うちの近くのスーパーではあんまり見ないな。次に、寿司ネタを見ていきましょう。寿司ネタですと、まあ、トロが、まあね、油ギトギトのトロが一番高くて、まあ、次に光り物。で、まあ、一番は白身なんだけど、まあね、多分ここに貝類が入ってくると、貝類が一番低いんじゃないかなと思う。ちょっと自信ないけど。適当なこと言ってる。次に麺類見ていきましょう。麺類だと、中華麺が一番高くて、次にうどん。そして、米関係のね、お米の麺。そして、お蕎麦が一番低い。うん。まあね、この場合はね、GI 値もお蕎麦が一番低いので、私はね、まあこれ春雨とか入ってくるとまた違うと思うんだけど、まあ私は普段お蕎麦を食べる
ことが、まあ、お蕎麦好きなんでね。でもお蕎麦もさ、つなぎで小麦粉がいろいろ入ったりするから、まあ100%の蕎麦でもない限り、まあ、カロリーがって言われると、まあ、どうだろうね。GHG がどうって言われるとどうだろう。まあ、うどんを食べるよりお蕎麦の方がいいはいいと思う。次にドレッシングを見ていきましょう。ドレッシングも、一番高いカロリーがマヨネーズ。次にフレンチのね、白いドレッシング。そしてやっぱりノンオイルが一番、オイルがないだけにね、カロリーが低いってことになってます。今日はね、さっとこんなもんなんだけど、じゃあ今日の問題を振り返りましょう。今日の問題は、同じ芋類ならば含有カロリーはほとんど同じ。いえ、全然違います。じゃがいもと里芋じゃもう倍ぐらい違いましたね。そうなので、同じ芋類でも含有量は全然違います。というわけで、×、いえ、ノーが答えです。はい、皆さん当たりました？まあ当たりましたよね。 で、明日の問題はというと、明日の問題は、天ぷらとフライ、カロリーが高いのは天ぷらだ、イエスかノーか。これ実はね、元の問題はちょっと違ってて、元の問題は、もうちょっとね、簡単な、問題だった。アジを調理する場合、天ぷら、刺身、唐揚げ、網焼き、素揚げ、フライのうち、一番カロリーが低いのは当然刺身だ、イエスかノーか、という問題だったんだけど、これだとね、長いから、ちょっとひねりにひねって ひねりにひねって、ちょっと天ぷらとフライ、どっちがカロリーが高いっていうふうに買いました。さあ、皆さん考えてみてください。まあ、今までの問題の中で一番なんかどっちだろうって思うかもしれないね。さあ、どっちでしょうか。はい、そんなわけで今日のアウトプットも、終わりの時間になりました。今日のアウトプットは、まあ、今月いっぱいはお昼の12時から配信する予定です。はい、全100回シリーズの今23回目、まだまだ先は長いんですが、来週じゃなくて、来週、再来週、来週だな、来週から第6章になるんですが、6章からまたちょっとね、システムを変えて、皆さんがね、動画として見るときはそんなに大差ないかもしれないけど、私自身の作業はガラッと変わるので、ちょっとバージョンアップするか、それとも作業が間に合わないか、アップの週末を過ごすんじゃないかなと思ってます。そんなわけで、まあ、こうね、いつもダイエット一生懸命頑張ってます。頑張るほど頑張ってないけどね。まあ、なんとなく、徐々に体重を追ってます。ようやく100キロの高台から人間の体重に戻りそうになってますので、皆さん応援またよろしくお願いします。明日も一緒にダイエットの勉強頑張りましょう。まあ、コネでした。またね。バイバイ。